防戦のウクライナ追加支援は届くのか、砲弾枯渇の危機、大統領が抱く警戒感とは。ゼレンスキー大統領は7日、もし米議会がウクライナを助けなければ、ウクライナは戦争に敗北するとし、もしウクライナがこの戦争に敗北すれば、他の国々が攻撃を受ける。これは事実だと語った。米 CNN はこのゼレンスキー発言を、これまでの最も厳しい警告であると報じた。またゼレンスキー氏は3月28日に放送された米 CBS テレビとのインタビューで、5月末から6月にかけてロシアによる大規模攻勢が開始される可能性を示唆していた。ウクライナ情報機関トップのブダノフ情報総局長はドイツ放送局 ARD に、春の終わりから初夏にかけてロシアが大攻勢を試みる可能性が高いと語った。米シンクタンク戦争研究所は10日、ロシア軍がバフムト南西5キロの集落を制圧し、さらに西の集落に攻撃を続けていると指摘。ロシア軍がアウディウカ南西11キロの集落を占拠した可能性が高いと分析した。ロシア軍は東部要衝バフムトの西、約10キロにあるチャシウヤルの攻略を目指しており、ウクライナ軍が抗戦している。現地のウクライナ兵士は、ロシアがチャシウヤルを占領すれば、他の都市への扉が開くだろうと、ロシアの狙いを指摘する。フランス AFP 通信は、ロシアがチャシウヤルの高地に強力な足場を築き、坂の下に位置する都市、クロマトルスク、スロビャンスクを狙えるとし、チャシウヤルの地形上の重要性を報じた。NATO 欧州連合軍最高司令官も兼任するアメリカ欧州軍のカボリ司令官は4月10日、米下院で砲弾の使用量について証言した。カボリ司令官は、現在ロシア軍はウクライナ軍の5倍の砲弾を発射しているが、今後数週間で10倍に拡大すると砲弾枯渇の危機を指摘した。ウクライナで砲弾不足が深刻化する中、バルト3国のエストニアがウクライナに供与する砲弾などを調達する方法を新たに発見したことをエストニアメディアが報じた。エストニアのペフクル国防相は3月24日、20億から30億ユーロ相当の砲弾やミサイルを購入できる国々を見つけたと明らかにした。またチェコのパベル大統領は、2月のミュンヘン安全保障会議で砲弾80万発を見つけたと公表。その後、イタリアのメディアは3月末に匿名情報筋の話として砲弾をさらに追加して100万発分の取引を契約したと報じた。米下院でウクライナ支援に関する法案を採決できない事態が続く中、岸田総理は11日、米議会の上下両院合同会議で演説を行った。ウクライナ支援強化の重要性を説く岸田総理の言葉に立ち上がって拍手を送る様子が見られた。マーク・タカの下院議員民主党は、議場で多くの人が立ち上がって拍手したのはウクライナ支援の話をした時だったと語る一方、ティム・バーチェット下院議員共和党は、日本がウクライナを支援するのは結構だが我々には関係ないと温度差が見られた。米下院ではウクライナ支援の約600億ドルの追加予算案が暗礁に乗り上げ、共和党のジョンソン下院議長が採決を拒否している。トランプ派の急先鋒として知られるマージョリー・テイラー・グリーン下院議員は3月末ジョンソン議長が2024年度の予算を可決させたことに反発して解任決議を提出し、今後ウクライナ追加支援を審議すれば解任決議の採決を求めると警告を発していた。トランプ前大統領は12日、ジョンソン下院議長と会談し、会談後の記者会見で、トランプ氏はウクライナへの支援を贈与ではなく、返済義務が生じる融資の形にするよう検討していると明らかにした。ロシア5月9日までにチャソフヤール占領を目指す。ウクライナ総司令官、ウクライナ軍のシルスキー総司令官は14日、テレグラムに投稿した声明で、ロシア軍の最高指導部が5月9日までに
東部ドネツク州チャソフヤールを占領する任務を部隊に課したとの認識を示した。チャソフヤールが占領されればウクライナが西側の軍事支援原則に直面する中でロシア軍の勢いが強まっている状況が示されることになる。ロシアでは5月9日は対ナチスドイツ戦勝記念日で、モスクワ中心部の赤の広場で大規模な軍事パレードが予定されている。チャソフヤールはロシアが昨年5月に制圧したバフムトから5から10キロメートルの場所にあり、東部の激戦地で重要な拠点となった。ゼレンスキー大統領は14日、ドネツク州での情勢が一段と厳しくなったとの見方を示した。護衛艦加賀、空母化に中国激怒、平和憲法に従い専守防衛を堅持せよ。改修が一部終わり、戦闘機の発着が可能となった海上自衛隊の大型護衛艦加賀の耐熱甲板が今月8日母港の呉基地で報道陣に公開された。これについて香港紙サウスチャイナモーニングポストは14日同艦の空母化に激怒した中国が攻撃的兵器の保有を禁じた平和憲法違反だと主張していると報じた。出雲型護衛艦の1番艦出雲や同2番艦加賀は第二次世界大戦後初めて日本が保有する事実上の空母。それに対し中国は日本の軍備増強だとし戦後の平和憲法に反するとして強く反発している。また加賀は旧大日本帝国海軍の空母加賀から命名されたと指摘した上で、日中戦争が始まった直後の1937年8月、上海爆撃に同空母が関与したことを挙げ、加賀を回収した日本政府の動機も疑問だと同紙は伝えた。同艦が8日に公開された際、中国外務省の華春瑩報道官は、日本は専守防衛を堅持し、軍事開発に慎重になるべきで、その逆ではないと主張した。加賀はヘリコプター用の空母として2017年に就役したが、現在はロッキード・マーティン F-35B ライトニング2ステルス戦闘機を搭載できるように改修されている。また同艦は固定翼戦闘機の空母としての役割を果たすため、2026年から27年にかけ2回目の改修に入る予定。15年に就役した出雲も27年完了をめどに回収される。同氏は回収後、両艦それぞれ12機の戦闘機と16機のヘリコプターを搭載できるようになるとし、日本政府はすでに空母用に42機の F-35B を発注しているが、海上自衛隊の艦艇に搭載可能な数以上の航空機を必要とする理由は説明していないとした。同氏によると、中国政府は、出雲型空母が攻撃兵器の保有を認めない日本の平和憲法に違反するとし、空母は外国領土を攻撃するために使用できると主張している。中国外務省の華報道官は、戦争を放棄した日本国憲法の条項は重要な法的保障であり、戦後平和的発展に向け日本が歩んできた道のりの象徴であり、国際社会に対する日本の約束でもあると述べた。それに対し日本政府はその立場に変わりはなく、改造空母は自衛のために必要最小限のものであると説明。 F-35B 戦闘機は加賀と出雲に常時配備されないため、憲法が保有を禁止する攻撃型空母とはみなされないとしている。一方中国ではすでに遼寧、山東、福建の3隻の空母が就役しており、いずれも日本の空母より大型で、4隻目も現在建造中。中国の軍事評論家の蘇中平氏は同氏に、日本の空母が搭載する第5世代 F-35B 戦闘機は、中国の空母の J-15 よりも高性能だが、戦闘機の数が限られているため、効果は低いと説明。加賀の改修は、さらに大型化される日本の次世代艦隊の技術を検証するテストケースのようなものだと述べた。中国人民解放軍の機関紙、国防法も
同空母の有効性に懐疑的だとし、甲板は固定翼早期警戒機には使用できないと主張。このクラスの艦艇が大規模な戦闘集団の外で独立して行動することは困難と記した。さらに、加賀のネーミングについても中国では物議を呼んでいる。艦名の由来とされる空母加賀は、1937年の大規模な上海爆撃と41年の真珠湾攻撃に参加した後、最終的に42年のミッドウェー海戦で米国により撃沈されたと解説。その上で、加賀が初めて就役した2017年、中国国防省の呉健報道官は、先代加賀は中国侵略時代の日本軍国主義の主力艦の一つであり、亡霊だと批判し、日本軍国主義の再来だと警告した。